ティベリウス皇帝の肖像が刻印されたデナリオン貨を収めるお金皇帝の効果皇帝のものは皇帝にあるいはカエサルのものはカエサルにとは新約聖書の三教官服音書に共通に書かれているイエス・キリストの逸話の一つ皇帝のものは皇帝に神のものは神に返しなさいあるいはカエサルのものはカエサルに神のものは神に返しなさいとは 新約聖書の三教官福音書に共通に書かれているイエスに関する言動を描いた逸話の一つである。マタイによる福音書によればイエスを敵視するファリサイ派の人々が手下たちを派遣してイエスの言葉尻を捉えて彼を陥れようとして皇帝に税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかと尋ねさせた。 イエスは税金に納めるお金を持ってきなさい。と言って持ってきたデナリオン銀貨にローマ皇帝の肖像が刻印されているのを見せて皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。と教えた。この逸話は一般に日常の社会生活と信仰の問題をイエスが明らかにしたものと解釈されているが様々な解釈や意見がある。なお、 当時異性者の肖像をコインに刻む行為はよく行われていたが、ユダヤ人は偶像崇拝をタブーとしていたので、ユダヤの君主は、ハスモン朝サの王たちやヘロデ大王は、自分の肖像をコインに入れずに、名前と罪念を記す程度で、イエスが活動していた、当時のガリラヤ地方の領主ヘロデもコインに肖像を入れてなかった。ただし、こうした、 ローマの同盟領主は、どうかの鋳造は独自の判断で行えたものの、銀貨以上は原則認められなかったので、銀貨を使う場合ユダヤ人たちもローマ帝国自らが発行している皇帝の肖像入りの銀貨を使用するしかなかった。この逸話を話題にした様々な絵画も描かれている。ありがとうございます。